キオラ、皆さんこんにちは。ニュージーランド留学センターのエミリです。今日はニュージーランドの大学院についてを解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ニュージーランドには大学が全部で8校しかありません。高い教育水準を維持するために今後大学を増やしていく予定はないそうです。大学8校すべてが国立で、世界ランキングトップ 3% に入っており、世界的にも評価されている大学がとても多いです。それではまず大学院の入学方法を解説していきたいと思います。まずは大学の方から。大学に入学するには入学試験はなく書類審査となります。基本的に高校の卒業証明書と英語力の証明が必要となっています。主にこの3つが必要となります。入学願書、最終学歴の成績表及び卒業証明書、こちらは英文で提出する必要があります。そして最後に英語力の証明となります。まずは日本の高校を卒業して直接ニュージーランドの大学に進学する場合、高校の成績証明 GPA3 以上があれば入学することが可能です。英語力に関しては IELTS 6.0 同等以上の英語力が必要となります。ニュージーランドの高校に通っていて、そのままニュージーランドの大学に進学する場合、全国統一テスト NCEA レベル3以上を取得し、大学入学試験 UE の条件を満たす必要があります。 UE の取得条件はこちらとなります。まず1つ目が NCEA レベル3を取得していること。次に受験科目の中から3つレベル3の科目を取得し、各科目14単位以上取ることが必要です。3つ目が英語またはマオリ語の読み書き能力レベル2以上で10単位取得していることです。そして最後が計算能力レベル1以上を10単位取得していることとなります。今言った入学基準を満たしていない方でも大学へ進学することは可能です。もし満たしていない場合はファンデーションコースに進学する必要があります。ファンデーションコースとは大学入学準備コースと別名で呼ばれています。ニュージーランドの大学の場合、基本的に3年の修学となっています。もし仮にファンデーションコースで1年修学した場合でも、トータルで4年で卒業することができるので、それが一つのメリットなのかなと思います。ファンデーションコースに進学した場合、コース内での成績をもとに大学入学が決まるため、コース入学が決まると大学から条件付き入学許可書が発行されます。卒業までに規定の成績と英語力を取得することができれば、直接大学に入学することが可能です。ファンデーションコースのコース期間につきましては、ご自身の英語力、成績によって判断されます。早ければ半年で終わる方もいれば、1年以上かかる方もいるので、その点はご注意ください。またファンデーションコースに入学するにも英語力はある程度必要となっていきます。各大学によって違ってはきますが、基本的に IELTS 4.5 以上があると望ましいとされています。ファンデーションコースに通うメリットを3点ほど紹介したいと思います。1つ目が英語力とアカデミックの両方を磨くことができます。2つ目は論文やグループワーク、プレゼンテーションなどにあらかじめ慣れておくことができます。3つ目が同じ環境で大学入学を目指している留学生と交流を持つことができます。やはり日本と海外の大学では大学の授業の仕方や勉強の仕方も変わってくると思います。ですのでこういったファンデーションコースなどであらかじめ英語力を磨いたり、授業慣れをしておくと大学に行った時にスムーズに勉強ができると思います。続いて大学院の入学方法を解
解説していきたいと思います。大学院に入学するには基本的に学士号をすでに習得していることが前提となります。すでに大学の学部で専門的なことを学んでいることが前提となります。また英語力は IELTS 6.5 以上が必要となります。基本的に必要な証明がこちらになります。まず1つ目が入学願書、2つ目が大学の成績表および卒業証明書、こちらは英文で提出する必要があります。3つ目が英語力の証明、そして最後に4つ目が職歴になります。こちらも大学と同様ファンデーションコースから入学することもできます。ニュージーランドでは大学や大学院は高校を卒業されてから入学する方もいれば、社会人になってある程度落ち着いてから入学する方など様々です。ニュージーランドの大学・大学院卒業後、ポストスタディワークビザを取得することができるので、永住したい方などにはおすすめな道となっています。次に学位と就学期間です。先ほども少し触れさせてはいただいたのですが、大学の就学期間は基本的に3年となっています。もちろんコースによっても変わってきますが、例えば医学や理系などのコースですと 4,5 年かかるコースもあります。 NZQA ではレベル7となっており、こちらのバチェラーオブディグリーはポストスタディーワークビザが3年おります。同じく NZQA レベル7にはグラジュエートディプローマがあります。ただしこちらはポストスタディーワークビザが1年しかおりません。こちらは日本であまり該当するものじゃないのですが、学士号と博士号の間のコースと思っていただければいいかと思います。こちらは就学期間は1年で、学士号を持っていることが入学条件です。グラジュエートディプローマはもう大学をすでに卒業していて、短期間でポストスタディーワークビザを取得したい方にはおすすめかもしれませんね。次に NZQA レベル8のポストグラジュエートディプローマです。こちらも先ほどと少し響きが似ていますよね。こちらも日本に該当するものがないのですが、修士号前期の位置づけとなります。マスターとの違いは就学期間と修士論文の有無です。就学期間は1年で、入学には学士を持っていることが必要となります。コース終了後にこちらもポストスタディーワークビザを申請することができます。ポストスタディーワークビザの期間は3年となっており、こちらも永住権を目指している方にはとても人気なコースとなっています。またこちらは専攻するコースによっては職歴や今までの経歴が必要となります。修士号のマスターズディグリーは NZQA レベル9、就学期間は1年から2年となっています。こちらは3年のポストスタディビザを取得することができます。博士号ドクトラルディグリーは NZQA レベル10、就学期間は3年から4年となっています。こちらもポストスタディーワークビザを3年取得することができます。いかがだったでしょうか。大学・大学院の入学方法について少しは分かりましたか。次回の動画では各大学の特徴などを紹介していきたいと思います。ぜひそちらの方もご覧ください。ニュージーランド留学センターでは学校選びの相談、紹介、サポートなどを行っています。ぜひお問い合わせください。お待ちしております。では次回の動画でまた会いましょう。あなたも一緒に Shall we 留学